やめておけ。今の段階では何度やろうと私には勝てん。それぐらいにしておけ。成り立てで陽力を解放しすぎると戻れなくなるぞ。我々半人半妖は 10% の陽力解放で目の色が変わり、 30% で顔つきが、 50% で体つきまで変化する。そして 80% を超えると戻ってこれなくなる。お前はすでに 70% を超えているはずだ。うるさい！人殺しのくせに！陽力解放の限界点は戦いの中で少しずつ学んでいくもの。お前にはその絶対的な経験値が足りないんだ。黙れ！全身から大量の陽気がほとばしてて、流れなどまるで見えない。フェルト！よくもババを殺したな。許せない、許せない。殺す、殺す。すでに意識混濁を始めたか。あまり時間がなさそうだ。久しぶりに本気でやらせてもらうぞ。このバカでかい二つの容器は。無理よ、こんな化け物みたいな二人を相手に何ができるっていうのよ。どっちの容器も桁違いに大きい。だが何よ。片方が片方をはるかに上回っている。どっちだ。なんだ、あれがプリシラなのか。イレーネ、まさか。いや、まだ限界を超えていない。今止めればなんとか人の側に戻すことも可能だ。しかしこれほどのものとは。こんな強大な力を誰が止められるというのだ。でかいプリシラの力を目の色が変わる程度の陽力解放で上回るだと。これが陽力解放したテレサの本当の実力なのか。テレサ。人の声が伝わるうちに言う。これで分かったはず。早く容器を抑えて人間に戻る。今ならまだ間に合う。戻れなくなってからでは遅いぞ。パパを、パパを返してよ。あんなに優しいパパだったのに、
大好きなパパだったのに食べちゃったの。私の目の前でみんなの内臓を食べちゃった。いかん。だから私が殺したのよ。お兄ちゃんを食べてる時に私がパパの首を切り落としたの。限界点を超えた。もう戻んない。助けてお願い。妖魔になんかなりたくないよ。無理だ。あとは妖魔になるだけだ。お願い助けて。お願い。すまん。もう私にはお前を助けてはやれない。私にできることは妖魔になる前にお前の首をはねてやることぐらいだ。お願い殺して。私が少しでも人の心を持っているうちに。わかった。苦しまずに行かせてやるよ。完全に人とは違う存在、覚醒者。なんだ、何にも我慢なんてすることなかったじゃない。こんなに気持ちのいいものだったなんて。内臓食べたい。生きたまま腹を裂いて、血に浸る腹綿に顔を埋めたまま、肉の一片残さず、すべての臓物を味わい尽くしたい。あら、イレーネさん、どうしたんですか。左腕がありませんけど。あら、こんなところに。返します。自分のものは自分でちゃんと持っていてください。消え。なんだ、みんな私のこと殺すつもりなんだ。
でも多分無理。あんまり動いたからお腹空いちゃった。それじゃ行きましょうか。